ここか。生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。こいつほんまちょっとそれなん、むちゃくちゃやな。家にしたけど家やな。でまあ、今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。まあ、いいか。よう、新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕っぷしは確か、運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。へえ。
敵襲！敵襲！来るぞ、備えよ。撃て！行け！いや！あ
まあ、行こう。全部やらんねえか。でへい。よっ。でへい。でへい。次はお前に構う余裕はない。来るぞ。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。えはははははは。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。誰よ。どうだったの。お前たち何をボケっとしている。皆に守りよ。
通さぬ。向かった。せいっ、バカだ。倒せる？死なんじゃうからか。お、めっちゃた、え、なんで？すげえ顔じゃな。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。分かった、すぐに行く。なんもなしで。そうやな、ほんま。ちょっと休まな、死ぬ。あ、大丈夫や。寝れるんよ。危ねえな。ここで寝るかい。なんかあいつ来る。よよ、あ、おるな。よ
ない、くそ。ないか。抜けれた。なんだここ。休みどうやっか。この度の働き見事であった、グレイグ、そして勇者よ。お前たちのその強さを見てわしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが、王よ。まあ聞け。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によれば、デルカダールの丘の崖上にデルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。王よ、私は反対です。その間、砦の指揮は誰が取るのです？我らの留守に攻め入られれば、ここは魔物の餌場と同じですぞ。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄になろう。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば再び我らに朝を取り戻せるだろう。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。なあに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。
一晩だ。一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。は。任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。終わりにしようかな。ちょっと割っておきます。それでは。